やってまいりました。4月に入りまして、とりあえずご報告があります。先月、電子書籍を執筆、新たな書き下ろしからかなり頑張ってブログの記事をまとめたりとかいうのもあって、それなりにデータとして完成させてデジタル書房さんの方に送ったのが結構あったんですね。まあ、書き下ろしの場合こんな感じで、まあ、下書き書くんですけどね。これを清書して、それで送ってっていうような形になるんですけども、なんだかんだ言って、6冊ですね。できちゃったんですよ。それで、前やんと一緒に金沢に旅行に行ったりとかもしたんですけども、まあ、それは1日だけだったんですね。それで、その前までに、なんとかすれば、3月の星回りの時期のうちに出せるんじゃないかっていうような感じで考えて、それで頑張って書いたんですね。それで、とりあえず、まあ、帰ってきた後も2冊ほど取り組んで、それでそれが月末までには仕上がって送付したわけです。そうしましたら、なんと、一番新しいものなんかは最短でその翌日ですね、もうアップされましたよっていうお知らせが先ほど来ちゃいました。ということで、もう電子書籍、先月データをデジタル書房に送ったやつが、もう全部読めるような状態になっております。それでこちらの農業のチャンネルで言いますと、こちらのカヤポのやつと、それからこちらの2012年のやつですね、このあたりがもうサクッと読めますので、ぜひ皆様ご一読いただければというような感じで思います。はい、それで今後の予定なんですけども、とりあえずまた九州にこれから行ってこようかなっていうような感じで思ってるわけですね。でその前にちょっと灰とか海水とか準備するものあるんですけども、知り合いの農家にちょっと持っていくものを用意して、それで2日間出かけてきます。4日にスタートして5日に帰ってまいります。ですので4日の日はアップはまあ普通にできるかと思うんですけど、同じような時間帯に。しかし5日の日のアップはちょっと時間が何時になるか分かりませんよっていうことだけ先にお伝えしておきます。はい、とりあえず頑張って行ってまいります。九州まで遠いですけどね、青春18で行ってまいります。まあこの時期ちょっと農業の進み具合がね、どうしてもそんなにこう急激じゃなくて緩やかなので、この時期を活用して遠出とかはするようにしております。夏は水やり、冬は収穫、まあそういったことでね、青春18切符の出る時期はまあそれぞれあるんですけれども、なかなか厳しいです。はい、ということで九州行ってまいります。ここでまたいろいろ収穫があればいいんですけどね。はい、ということでその社内ではまた電子書籍書きます。今度はこれを書きたいと思っております。これね、漢方の薬膳コーヒーです。こちらのアップの方も頑張ってやりたいと思います。ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。